くん2だわ。わかんない作家。あ、本当の人だね。平凡。何？ダメだこれ。ダメだこれ。チムレツをこんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本のお笑い動画でドリフターズのもしもこんなサッカーがいたらを見ていきたいと思います。チュイさん、他にレコメンドしてくれた皆さんありがとうございます。もしこの動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。 OK、 見ていきましょう。 OK、 ネタがお気に入りなのに読むコンプライチーブサージポンツもジェントモチも人気に読む。こんな作家がいたら、どんな作家だろうね。いろんな動画があると思うので楽しんで見ていきましょう。失礼します。あ、いいよ、どうぞ。あ、いいっすか。あ、どうぞ。あ、どうあれ今日は何だよ。今日は締め切りですよ。私頭よくするヨガ。私は今原稿書いた。今それ何ですか。いや、君分からんから、君こうやって逆立ちしてるとだな、血が頭へボーッと登ってきてな、いいアイデアが浮かぶんだよ。何、締め切りだと。そうですよ、今日か。よし、ちょっと待っててくれ、そこですぐ書くから。ちょっと待てよ。君んとこの原稿はだな、よし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 、ちょっと待てよ。これでこうと、君んとこはな、帰ってきた武蔵なんてのはどうかな。立ち込める高尾の山より江戸を目指して歩を進める一人の武士も。どうか。ああ、いい出だしです。いいかね、ええ、よし、じゃあこれからずっと続けるから、ね、ちょっと待っててくれ。今日締め切りですよ。大丈夫大丈夫。そうだね、敵がいるな、ちょっと待てよ。およしよしよし。ああ、すまんな、ちょっとな、力が入ってくれません。またアイデア出したの。こういう相手は、徳川幕府の権力を背景に密かに暗躍する柳生一族。いいですね。いいかね、はい、よし。さて、いよいよこれから本題に入られば。あ、教師の気分。わーって、ちょっと待ってくれ。いや、ちょっと待って。わかった。これだ、これだよ、君。これでな、これで読者のハートをつかむだよ、これで。どうかね。避けることもできない対決の幕はだ、幕は。そう、府中の宿で切っていいですね。いいかね、ええ、さて、これからいかなる方法でなら。ちょっと待って、武蔵はよこれだ、これだよ。いきなりだな、いきなりな。面白い。飛び道これから行くんだ。暗闇の中、手裏剣だ、手裏剣。そう、武蔵の手元をかすめた。そうだ、おいいです、ね、いいかね、はい、さて、それを迎え撃つ武蔵はなら、ちょっと待ってくれたまえ。いいよ、それを迎え撃つ。よし、これだ、これ、君、今日のとこはな、これで、これだけ乗せついてくれたまえ。あ、そうです。もう体が持たんでな、わしゃ。原稿だ、原稿だ。3000万ばかしてるの。3000万この原稿料だって、これうち改築しなきゃなんて。3010万。何写真10万。さっきのあそこ行った時、背中打ってな、ちょっと病院行かなきゃなんで、ちょっと10万だけど、3010万。ダメだこれ。ダメだよ。いや、面白かった。すげのサッカーはどんな感じだろうね。すみません。はい。加藤先生いらっしゃいますか。はい。加藤先生でいらっしゃいますか。うん、私加藤。作家の加藤先生ですか。そう。あ、佐久間さん。うん。はじめまして、どうも。はい、はじめまして。今日締め切りのお約束の原稿をいただきなかったんだな。原稿？はい。何それ。先生のですね、うん、原稿をいただきます。私作家だよ。はい、作家だよ。ですから原稿じゃないですか。あ、ね、私作家よ。あ、私は作家。あ、はじゃなくて、いや、同じ作家ではないですもんね。そう、作家。作家は、私は作家。作家。そう、あんたが言ってるのは作家。
私は作家そうよ先生は作家でしょそういうこと福島なまりでに福島なまりでに作家ってこに何か用事いやですからあの原稿をもらっておいてくれたんです原稿はいちょっと待ってねおい原稿はいお前に用事だってですかお前をくれって言うんだよなくれうん、どうするこの手のタイプは私の好みじゃないんです好みじゃないタイプじゃないそう言ってっからどうする こちら私の女房でね原稿って言うんだよ元気な原因ねで、子供のお子原稿ね成功冗談をやめんなって今日締め切りなんですからね、何私が言ってんのは、うん、あの原稿さんではなくて、うんあの小説の方なんです小説なんかこの私のお父さんでね文章を教えてって先生何時代が違うでしょう私のお父さん文章を教えてってんだから何なのだから先生私馬鹿にしてんですかそうよえだから私はだから、ね、早い話がねああまあ銀行できてないわけよすまなんないでしょ、それはすまそうにないから、その方が楽しいからんじゃあ、こうしよサッカーやろう、みんなでなおおいいね、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 いいね口ぶりたいでもな、これなダメだこれおダメだ、おいダメだくんあ、うちにダメだこれ、いいんだわどうだか。すいません。先生。すいません。怖い。恐ろしいね。なんだ君か。入りたまえ。今君んところね、怪奇小説を書いてる途中なんだよ。そこへ座って待っててくれたまえ。失礼します。どうぞ。あ、恐ろしい場所。僕はね、嘘は書けないんだよ。リアリズム、実感がないと書けないんでね。しばらく待っててくれたまえ。殺しのあったそのうちには、おじいさんとおばあさんが住んでいた。おばあさんは川へ洗濯どっかで聞いたことないダメだダメだ書けない書けないこの手が悪いんだこの手が悪い大丈夫これは作り物だよこの手が足りない雰囲気なんかが足りないおい、なんとかしてくれ、答えておくれ答えておくれそうだ、血だ血が足りない血が欲しい血が欲しいいやああ盛り上がってきた今一つだ音楽だよくわかんないサッカー女は男を殴ったどんな感じだ感じが欲しいちょっと君殴ってくれたまえ殴まさか感じが欲しいんだよ実感が殴ってくれたまえ殴ってくれたいいんですかはい早く早くそんな生っちろいんでなくて思いっきり殴るんだよ早く早くうらー痛い熱いものが走ったそして男は殴り返した。痛い。
いい言葉だ。痛い痛い。1回ならまだしも2回殴った。やりすぎだよ先生。やり先生そんな言葉じゃダメだ。やりすぎだよやりすぎだよ。いい感じだ。そしてその反撃に女はもう一度殴った。なんか道具が欲しいな。道具を使って。これでどうだ。ギャギア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 。どんな感じだ。感じはギアギアは木に点々でいいのかい。そして男はそばにあったビール瓶で。ちょっとトビ殴ってくれたまえ。実感が欲しいんだよ。怪我しますよ。早くかけない。早くしないと。早く。失礼します。いいぞ。これは聞いたぞ。ビール瓶が一本余ってる。本当の人だね。平凡な言葉だ。いて、いてーか。そして女は男の首を絞めた。汚い顔になる。ここでこうすんだ。なんか一言欲しいんだ。一言欲しいんだよ。ダメだこれ。何ダメだこれ。ダメだこりゃ。何ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。ダメだそれは。お前が悪いんだバカ者。これは本音さ。冷てえ。当たり前だ。水だこれは。持ってってくれたまえ。皆さんどうでしたか。すごくもうこの3つの動画の中、このそれぞれの変な作家の先生が作家者、うん、この先生たちがすごく変だったんですね。いや本当にもうこんな変なコントで作ってお笑いになったんですね。本当に面白かった。特にもうなんか一番最初の先生が、うん、すごいすごいないと名前をなかなか思い出さなくて、もうあさっきみたいなやったらなんかお名前思い出すかもしれないけど、でもやりません。いやすごくなんか面白くて、加藤ちゃんも面白くて、志村さんも面白かった。本当に悪いけども最初のなんだっけ、すいません。はい、じゃあここまでしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。また私の動画でお会いしましょう。チョメンビー。